今回はセリフ付き画像の素材の選び方という題でお話しさせていただきます。セリフ付き画像の素材となる画像ですが、何でもいいというわけではありません。例としてこちらの高級車の絵を使って説明します。この高級車を見て皆さんは何を思いましたか？速そう、値段が高そう、かっこいい、クール、こんな車を持っていたらモテそう、エンジン音がうなりそう、こんなイメージが思い浮かぶのではないでしょうか。逆にこの車の画像を見て遅そう、安っぽそう、ダサい、ポンコツというイメージを抱く方はいないんじゃないでしょうか。いたとして1000人に1人くらいの割合ですかね。もっと少ないかもですね。要は画像選びで考えるべきことは、その画像に似合うセリフ、もしくはストーリーはどんなものか、自分の描きたいストーリーに合った素材となる画像はどんなものかということです。セリフ付き画像を作成するときは画像選びにも注意しましょう。以上です。ご視聴ありがとうございます。